Pom pom pop, pom 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 to まあ、その意思もですね。まあ、僕は大阪の、まあ、池田市長選に <laughs>、すごく関心があるんですけども。まあ、でもやっぱ国政のね、まあ、今自民党総裁選とか、まあ、あとですね、まあ、衆院選も、まあ、10月にあるんじゃないかと、まあ、いうふうにもう言われててですね、やっぱその菅内閣の行方っていうのも、まあ、すごく、まあ、気になるんですけども。まあ、やっぱりね、こう、あの、先ほど出た毎日新聞の世論調査でもですね、菅内閣氏、 し不支持率が26%と最低を更新したと、でしかも不支持がです、ね、66%と、まあ最悪、過去最悪となっていると。 えー、まあね、ほんと、まあ感染者数もね、まあ過去最多とかですね、まあ最悪な状況と言っていいようなね、まあ東京も大阪もなってるかなと思うんですけども、まあ菅内閣もほんと最悪とか最低最悪、えー、になってるっていうことをね、まあこれ菅さんはどう思ってんのかなっていうね、まあそれでも自民党総裁選にまあ出ると。 えー、なんか自民党総裁選に出るっていう質問を、出る、出るんですかっていう質問された時だけですね。まあ今までね、なんかもう、なんか生きてんのかどうかみたいな感じの <laughs> 記者の質問にはまともに答えない菅さんがですね、自民党総裁選の質問された時だけですね、こうニヤッとしてですね、いや当然出ますよみたいなことを、あの答えるっていうかね、 あの、本当なんかよっぽど自信あんのかなっていうね、再選にね。 でもその自民党の若手からはですね、まあ、今日、さっきなんか有敢富士ですかまあ、ネットの方にも載ってたんですけども、やっぱり自民党がですね、8月21、22日、22日は横浜市長選の、あの、投開票日でしたけども、まあ、そこで自民党が情勢調査をやったらですね、全国の情勢調査をやったらですね、まあ、自民党が70議席、最大70議席減ると。40から70減ると。んで、単独過半数割れになると。 えー、事故を足してもギリギリみたいなね。じ、ギリギリ過半数ということで、ま、ほんと心もとない、えー、自民党の情勢調査でですね、そういう数字が出てきているということを、やっぱりその、まあ、自民党のね、まあ、若手というか、えー、まあ若手って言ってもね、まあ、あの、みじ、なんていうんですか、本当なんか、もう自民党の若手というかね、あの、安倍チルドレンでしたっけ、 まあ言われている人たちは本当、まあとんでもない人も多かったなと思うんですけども、まあそのそうじゃない人もいるかもしれませんけども、まあその、本当に自民党のまあ議員さん、えー、その地盤があるのかないのかね、わ、えー、からない人たちはまあ不安になっていると。まあいうことはも当然だと思うんですよね。でも菅さんとしては自信があると。えー、こんだけ毎日新聞で26%と、 で、この間あのテレ朝のね、世論調査でもですね、ANN ですかね、テレ朝の、まあ、ニュースですよね、世論調査でやってたのが25.8とかそんなもんであったやつ、25%台っていうのが出たんですよだから、本当もこれは、あのー、 まあかなり危機的な状況なんちゃうかなっていうふうに、まあ、誰が見ても思いますしで、上がる要素っていうのは、これからね、上がる要素っていうのが、まあ、なさそうだなと、まあ、今、パラリンピックやってるんですかね、でこれも関係ないと、まあ、今やってて、これ26%ですからで、ワクチンの進み具合だって、 進んでるのに、ですね全く上が,上がらない、どころか、あの下がってるっていうかね、過去最,最悪っていう、あの <laughs> これをどう見たらいいのかって言ったら、やっぱり菅さんの僕はあのパーソナリティっていうかね、菅さん自身の問題に起因してるっていうか、原因があるところがやっぱり大きいんじゃないのかなっていうね。 やっぱり質問にも答えないっていうね、ほんと緊急事態宣言も延長してるわけでしょと9月12日までですかね、東京とか大阪でも。まあ大阪なんかもね、ほんと吉村知事は、えー、この緊急事態宣言間に池田市長選の応援にね、あの、来ると、ね、しかも維新公認候補のね、 ほんまなんか、まあ、僕は大阪もとんでもないと思うんで、まあ、これ聞いてる大阪の方はね、まあ、特に池田市民の方はですね、まあ、よく、本当に考えてね、今の、え、百条委員会のね、委員長やってる渡辺千代さんが猛追ということで、猛追してると。 いう情勢ですから、まあ、本当にね、まあ、かあのかよく考えてほしいなというふうにあの僕なんか思うんですけど、もね、えーまあ、まあそれはね大阪の話は去っておき、大阪も東京も本当大変なことになっているわけですよね、東京なんかではですね、まあ、感染者数は4000人ぐらいで止まっているんですけども、まあ、重症者が増えて、ですね、えー、急あの救急車が呼んでも来ないと。 えー、その、消、消防庁かなんか忘れましたけど、あの、救急車ね、あの、出すとこもですね、もう、人手が足りないと、車自体が足りないっていうふうな、ま、状況に、危機的な状況になってるわけですよね。で、そんな中でも菅さんはですね、なんかワクチンが進めばとか、なんかオリンピックが成功すればとかね、なんかそんなことしか言わないっていうのは、 いいややそそれは、ね、それははねあのいや僕はあの例えば野党にとっては菅さんの方が戦いやすいと思うんですけどもね、もうこんな最悪やなと、ね、国民ですら、自民党の人ですらそう思ってるわけですよね、まあ、野党にとっては菅さんがいいと思うんですけども、ただやっぱねあのおとつや岸田さんが。えー 昨日う、突如ですか、岸田文雄さんがまあ立候補表明されたり、ですねまた,またあの石破茂さんも、ですね、まあ、菅さんの続投を支持するって言ってたように思うんですけども、まあ、それは昨日の時点で、ちょっとあの出る可能性もあるよみたいなことをえ言ってると、まあ、熟慮中っていうかね。 出る可能性も、あのー、なんかちょっと、あの、匂わしてるっていうところで、まあ、これがいろんな、どういうふうな動きなのかなと、あと、河野太郎さんも、えー、著書をなんか出すと、出されるっていうことで、それも、えー、総裁選に出るんちゃうか、みたいな風にね、まあ、言われてるんですけども、まあ、僕はやっぱ、自民党は自民党やと思うんですけど、ね、まあ、誰がなってもですね、この今まで菅さんのやってきたことが、菅さんだけやで安倍さん、 安倍さんが総理大臣のときはやってきた、その対策っていうのが、まあ後手、ご いつもですね、世論調査では後手後手だと、えいうふうに、全く評価されてないわけですよね、対策っていうのそれは菅さんについてもですね、引き続き、えー、評価されてないっていうのを見るとですね、まあ、これ、誰がなっても難しいんちゃうかなと思うんですよね。誰が総裁になっても、総理大臣になってもですね、やっぱりその衆院選で、 増えるっていうことはね、ちょっと考えにくいかなとは思うんですけどもね、うんまあ、でも菅さんは再生にこうなんか結構自信があるみたいで、んでやっぱその岸田さんがなりそうだっていう論マスコミの論調というかね、まあ、政治ジャーナリストの人たちの、なあ,のあれ見るとですね、まあ、やっぱ菅さんで行こうとしてるんちゃうかみたいなね。 もう菅さんで衆院選、えーまあ、自民党が、ねまあ、減った後に、まあ、新しい、あのー、人が総理総裁になった方がいいんちゃうかみたいなね、なんかそういう風に考えてるみたいな。 えの、なんか見ましたけども、まあ、それがね、本当にどうなるのか、僕はもうやっぱり自民党総裁選もね、あの、フルスペックでやるっていうことですから、もう党員票も入れて、えー、議員票と党員票、これ同じなんですよね、なんか300何票とかやったと思うんですけども、え全部でなんか700票ぐらいでしたっけ、ちょっと曖昧でわかんないですけども、まあ、それだ まあ一応、党員の票もやるということですから、まあ、本当は波乱があってもおかしくないなと、で石破さんも、ね、なんか言うことがだんだん変わってきたんで、石破茂さんが出たら、まあ前,回はね、前回は安倍さんが一生懸命ね、あの桜の会とかいろいろありましたけども、あれで党員票を抑えたみたいなのもんね、なんか言われてましたけども、いや今回はどうなのかというところを見ると、まあ、そこもすごく気になるなと。うん でもやっぱ世論調査でね、22割台っていうのが、まあこれテレ朝と毎日だけじゃなくて、多分、 来月、まだね、総裁変わりませんから、来月の世論調査でも、まあ、2割台が続出するんじゃないのかなと。であと、共同通信は今月残ってるのかな共同と日経が残ってるんですけども、まあ、日経は高めに出るんで3割台かもしれませんけど、まあ、共同通信なんかではですね、まあ、2割台が出ても全くおかしくないかなと、えー、いうのは思うということでね。だからこれが衆院選に本当に 影響どう影響するのかということがもうすごく、まあ、注目かなというふうに思いますねチャンネル登録よろしくね。